はですね、リフルシャフルの2としまして、前回テーブルの上でやったんですけど、今日は、空中でというかあのテーブルを使わずに混ぜていきます。テーブルで、テーブルを使わないということはカードを一切テーブルの上に置かずに混ぜていきます。今ちょっと失敗しましたね。意外とこれ難しくて、私最初はカードが飛んでいったりとかよくしておりました。これもですね、やっぱり半分に分けるのがポイントで、分けるときにですね、親指で弾いてこの、左手で受け止めます。ちょうど半分に来たら左手に渡して取るんですけど、ここを3本の指で押さえるのがポイントです。これをしっかり押さえておかないとカードが前にそのままこう飛んでいきます。ここですね、この持ち方です。あとは親指で少し反らせて弾いていきます。手中に入れてシャフルします。で、下に落とすポイントはですね、上に持ち上げて、アーチ状にこういうふうに曲げます。曲げたら手を離すと簡単にこうパラパラと落ちてきます。で、離しすぎると今みたいにカートがこう分裂してしまいます。なので、入れすぎない、離しすぎないっていうのがまた大事になってきます。ここはまた練習がいるところですね。上が外れないようにするためにちょっと親指で押さえていくと、こう上が離れにくくなると思います。はい、これが、テーブルを使わないリフルシャフルです。